さん、ヒネさん、リオさん、私は大丈夫です。それより旦那様が、親父が、来るな、デオ。もう一度尋ねる。鏡はどこだ。答える気はない。親父、あと、東郷、あ
愛すべき友を持て。おやじ、おやじ、おやじ。旦那様への手紙。リオさん、まだ起きては。平気だよ。イネさんこそ大丈夫なのか。はい、何かしていないとかえって気がめいて。そうか、でも無理はダメだよ。はい、そうそう、これを。今日の分です。明日からは下駄箱の上に置いておきますので。そういえば福さんは。福原さんなら道場にいると思いますが。そうか、ありがとう。リョウさん、いいんですか？心配ない。それより、あの男のことだけど。あの男？ああ。乱帝と呼ばれていたやつだ。親父と何を話してた？鏡をよこせと。俺、その後、道場から放り出されて。黒い服のやつらは、なんて名乗ってた？それが、突然現れて、何も。そうか。ありがとう、福さん。どんな些細なことでもいい。
何か思い出したら教えてくれ。リョウさん、なんでそんなことを。リョウさん、どこに。まさかあいつらを探しに。あ、やめてください。先生を倒したほどの者たちですよ。俺の目の前で親父は殺されたんだ。仇は俺が取る。親父のためにしてやれることはそれしかないんだ。中村。何？あの日のことだけど。あの日？ああ、あの事件の日ね。話はのぞみちゃんから聞いたわ。大変だったね。いや、あの日、黒い服の男を見なかったか？見なかったけど、その人、どうかしたの？いや、ちょっとな。よ、おっす。聞きたいことがあるんだ。なんだ、改まって。あの日、黒い服の男を見なかったか？あの日？ああ、いや、俺は見てないな。そうか。誰か黒い服の男のことを知ってそうな人って？そうだな、三島さんとか近藤さんとかおばちゃんたちならなんか知ってるかもな。ほら、いつも桜ヶ丘の公衆電話のそばでおばちゃんたち立ち話してるじゃん。ああ、あそこでなんか話してるかもしれないぜ。聞いてみるよ。ありがとう。よ。あ、お兄ちゃんだ。何してんの？うん、ちょっとね。ん？あ、お兄ちゃん。めぐみちゃんか。猫がいるのか？めぐみのママに内緒にしてくれる？ああ。じゃあお兄ちゃんには特別に見せてあげるね。めぐみちゃんの猫かい？違うの。この猫ちゃんはね、一人ぼっちなの。一人ぼっち？うん。こないだね、雨の時にね、ママ猫が車にひかれちゃったの。めぐみのお姉ちゃんが見てたの。大きい黒い車だったんだって。黒い車？すごく怖かったって言ってたよ。めぐみ、お姉ちゃんとね、ママ猫のお墓作ったの。代わりにめぐみが猫ちゃんのママになってあげるんだ。でもめぐみのママがね、お家で飼っちゃダメだって言うの。それでここで飼ってるのかい？みんなもお手伝いしてくれるんだ。コウタ兄ちゃんとね、ヤスお兄ちゃん、カヨちゃんも。そうか。猫ちゃん、元気ないんだ。お腹空いてんのかな？ちょっと待ってな。うん。
こうやって食べやすくしてあげるんだ。まだ子猫なのに一人ぼっちか。ひどいよね。山岸のおじいちゃんも惹かれそうになったんだって。山岸さんが？ピューンって車が来てね、びっくりして転んじゃったんだって。お尻が痛くてずっとお家にいるんだよ。めぐみ、お菓子屋さんへ行くときね、いつもおじいちゃんとこ寄るんだ。そうか、近くだからな。めぐみちゃんも車には気をつけるんだよ。はい。じゃあ今ちょっと急いでるから。あ、猫ちゃんの名前一緒に考えようよ。そうだな、いいの思いついたらまた来るよ。きっとだからね。バイバイお兄ちゃん。バイバイ。三島さん。あら、りょうちゃん。事件の日、黒い服の男を見ませんでしたか？え？黒い服？見なかったわね。じゃあ、何か変わったことはありませんでしたか？さあ、これといって。何でもいいんです。覚えていることがあれば。ごめんなさいね。あの日は天気が悪かったからずっと家にいたのよ。住屋のおばさんには聞いてみたの？ご近所のこと詳しいわよ。そうですか。あの、あら、りょうちゃん。近藤さん、事件の日、黒い服の男を見ませんでしたか？事件の日？雷が鳴ってた日よね。見てないわね。そうですか。あの日、この辺で何か変わったことは？別に何もなかったけど、この辺のことは住屋さんが詳しいわ。住屋さんに聞くといいわよ。そうですか。いないみたいだな。あの、悪いんだけど、最近疲れ気味でね。話なら他でしてくれないか？外出中かな。あの、どなたか知らんが、明日にしてくれんか。すいません。いないみたいだな。ちょっとすいません。はい。この表札はなんて？田島さんですね。そうですか。
山本さんのお宅に行きたいんですが、何分目が悪くて。わかりました。俺が探してきます。この先の公園で待っててください。すいませんね、ご親切に。よろしくお願いします。直之、よう。今いいか。ああ、もう大丈夫なのか。ああ、それよりあの日黒い服の男を見なかったか。黒い服か、見てないな。そうか。誰か黒い服の男のことを知ってそうな人って。そうだな。あ、桜ヶ丘のおばさん連中なら何か知ってるんじゃないか。公衆電話の横の空き地でよくくっちゃべってるだろ。聞いてみろよ。そうだな。用がないのに尋ねてもな。山岸さん。おう、りょうくんか。腰の方はもういいんですか。ああ、かなり良くなったが、なぜそれを。車にはねられそうになったって近所で聞きました。めぐみちゃんかすみやさんだな。しかしとんでもないやつじゃった。その時のことを聞かせてください。うん。桜ヶ丘公園の角を猛スピードで黒い車が走ってきての、ドブ板の方へ走っていったのだ。黒い車、ナンバーとかは。何しろあの雪じゃったからな。深くにも転んでしまって、それどころではなかった。そうですか。外出中かな。いや。おっ、兄ちゃん、一緒に遊んでよ。ごめん、後でな。一回100円か。ちょっとやっていくか。こいつは。続けてみるか。これは。続けてみるか。やった。もう少し遊ぶか。いや、やめとこう。すいません。なんだい、リョーボ。あの事件の日、黒い車を見ませんでしたか。見てないよ。雪のせいで子供らみんな家に引っ込んじゃったからね。そうですか。あの日、何か変わったことは。ひどいね、あんたも。あたしゃ変わり映えしない毎日で退屈してんだよ。そうですか。しっかりすんだよ、リョーボ。はい。
山本さんちは見つかりましたか？いえ、それがまだ。もう少し待っててください。この辺だと思ったんですが、申し訳ないですね。山岸さん。おお、レオ君か。腰の具合はいいようですね。ああ、おかげさんでな。野村さん。ああ、りょうくんか。事件の日なんですが、黒い車を見ませんでしたか？仕事してりゃ何台も見っけど。どういう車だい？車種とかさ。それはちょっと。黒い車ということしか。となると俺には答えようがねえな。そうですか。外出中かな。いないみたいだな。違うか。山本、ここだな。おばあさんを連れてくるか。おばあさん、見つかりましたよ。そうですか、ありがとうございます。ここです。どうもお忙しいところをありがとうございます。じゃあ俺はこれで。今時珍しい優しい子だね。
三島さん。あら、りょうちゃん。事件の日、この辺で黒い車を見ませんでしたか？見てないわね。何しろひどい天気だったでしょ。ああ。申し訳ない。最近また今度にして。すいません。何か？雪の日なんですが、この辺で黒い車を見ませんでしたか？悪いですけど、雪の日はこちらに来なかったので。そうですか。ちょっと。気安く声かけんじゃねえよ。すいません。何者だてめえ。中村。何？あの日黒い車を見なかったか？事件の日？見た。だって天気が悪かったし、ずっと家にいたから。そうか。田島。何？あの雪の日、黒い車見かけなかったか？車なんかいちいち覚えてるわけないでしょ。そうか。でも待って、車の話昨日聞いたかも。車のことを話してたのは？それが思い出せないのよ。ただ聞いたの、魚屋に買い物行った時かな。そうか。赤坂さん。よう、りょう。あの日黒い車を見ませんでしたか？黒い車？桜ヶ丘からドブ板へかなりのスピードで。さあ、知らないな。そうですか。りょう、商店街の人に聞いたらどうだ。誰か見てるかもな。ええ。すまないが、最近疲れ気味でね。あんまり話をする気分じゃないんだよ。ちょっといいかな。ごめんなさいね、私男の人って苦手なの。じゃあ。やあ、いらっしゃい。雪から雨に変わった日のことなんですが。あの日かい。黒い車見ませんでしたか？黒い車？そういや、ほら、相田さんの女の子。
原崎ですか。うん、泥水跳ねられたって怒ってたな。詳しいことは知らないけどね。そうですか。すいません、これからよ、ごめんなさい、原崎。葉月くん、少し落ち着いた？ああ。私にできることがあったら、何でも言ってね。ああ。雪から雨に変わったあの日、車に泥をはねられたって聞いたけど。ええ。どんな車だった？黒い車で、この辺ではあまり見かけない高級車だったわ。乗ってたやつを見たか？ううん、そこまでは。あ、でもトムさんが黒い車の人と言い合いになったって噂を聞いたわ。トムってホットドッグ屋の？そう。その車がどうかしたの？いや、じゃあまた。葉月くん。ん？元気出してね。ああ、それじゃあ。トム。ヘイ、リオ。黒服の奴らのことを教えてくれ。What？ 原崎に聞いたんだ。あの日、黒い車と揉めたって。No。覚えてないね。親父を殺した連中かもしれないんだ。Father？ リオの？頼む。どんなことでもいい。OK！ 話すよ。乗っていたのは、どんな奴だった？見かけない服の男、座ってたね。どんな服だ？ディープグリーン、ベルベットタイプで、チャイニーズが着るような服よ。乱定だ。何があったんだ？お客さんぶつかりそうになって文句言ったね。でもすごい目で睨まれて、あんなクールな先は初めてよ。奴らのことで他に覚えてることは？ No。 チャイニーズのことはチャイニーズに聞くね。中国人に知り合いはいないか？ Sorry、 Nothing。 But そこの旅行会社だったらチャイニーズの客来るね。トムもチャイニーズ調べてみるよ。またここに来るね。ああ。すいません。はい。この辺りで中国人に詳しい人を探してるんです。場所知りませんか？薬局のそばの中華料理屋さんに行かれてみては？アジーチですか？はい、従業員の皆さん確か中国の方ですよ。ありがとうございました。
とおじさん。はいよ。この辺りでおじさんたちの他に中国人って。中国人がどうしてあるか。ああ、いえ、ちょっと。もしかしてお父さんの事件に関係が。はい。あ、いや、中国人みんな悪い人間と違う悪よ。わかってます。でも手がかりは中国人ってことしか。お願いします、教えてください。この辺りの中国人って言っても昔と比べて随分増えてある。新しく来た人たち、私たちわからない。そうですか。あんた三島の人たち教えるよろしい。ああ、三島。三島？三島って三つの刀と書いて三島を言うある。三つの商売意味するよ。床屋さん、仕立て屋さん、料理人、みんな刃物使う商売ある。床屋さんはカミソリ、仕立て屋さんはハサミ、料理人は包丁ね。ああ、そうか。日本に来て商売する中国人、大体三頭ある。元でかからない、すぐ商売できる。それにみんな仲間、いろいろ知ってる。中国人探すなら三島に聞くよろしい。この辺りにいる三島の人たちって。床屋さんなら前田さん、仕立て屋さんなら今はワッペン作ってる糸井さん、料理人なら満腹券に聞くよろしい。三島の人なら中国人のことよく知ってるある。床屋さんは龍理髪店もあるけど、お父さんの龍さん入院しててお家大変ある。最近店開けてないよ。じゃあ前田さんと糸井さんと満腹券ですね。はい、わかりました。ありがとうございました。ちょっといいかな。悪いけど、声かけるなら他の子にして。すいません。はい、何でしょう。三島の中国人を探してるんですが。三島の？三島なんてよくご存知ね。ええ、アジイチの東おじさんに聞きました。こちらに伺えばわかると。そうですか。うちの主人三島の料理人だったんですよ。ご主人が？ええ、もう亡くなりましたけど。
じゃあ三島の人は？主人はもういませんから、他の方を紹介しますよ。なんていう人なんですか？ A さんと Go さんです。 A さんと Go さん、二人とも製鉄所に勤めてるけど元三島の人よ。どこに行けば会えますか？夜は二人で飲み歩いてるようですから、多分この辺りのバーにいるんじゃ。聞いてみます。ありがとうございました。西条さん。お、レオ。 A さんか Go さんというお客さん来てませんか？何？私 A だが。私 Go ね。早速ですが、蘭亭という中国人に心当たりありませんか？蘭亭？知らないな。私も知らないね。元三島の A さんと Go さんなら何かわかると言われてきたんですが。満腹券で聞いたね。山本さん覚えててくれたか？山本さん、口元のほくろが色っぽい。いいね。山本さんの紹介なら協力しよう。私たち昔仕立て屋の修行したさんと、山本さんの紹介なら協力しよう。私たち昔仕立て屋の修行したさんと。でも向いてなかったね。今は製鉄所で働いてる。もうずっと横須賀に？日本今円高ね。でも中国で働くよりずっと儲かる。あと5年日本で頑張って中国に帰って家建てる。そうですか。どうも。あら、りょうちゃん。あけみさん。それで。ああ、サントの話だったね。ドブ板のサントの中じゃ、リュウさん一番中国人に詳しい。有利発展のリュウさん、昔は仕立て屋やってた。私らの師匠。このとこ店閉まってたけど、やっと開く言うてたね。わかりました。ありがとうございます。リュウ、よかったな。ええ。どうも。なんだ、りょうちゃんか。
閉まってるな。中村。何？何してたん？考え事。受験終わったら何して遊ぼうかな。そうか。じゃあまたな。うん、またね。ちょっといいかな。ごめんなさい。知らない人と声かけるなら他の子にして。よしよし、いい子だ。寒くないか？俺のことも覚えてくれたみたいだな。これはなんだ？